メーカワヤン駅は、ブラカン州メーカワヤンにある、フィリピン国鉄北方本線の鉄道駅。マニラメーカワヤン間の北方本線の運用が1997年に終了して、以来運用が停止している。スペイン統治時代のマニラ、ダグパン鉄道によって建設され、1891年3月24日に開業した。メーカワヤン駅の駅コードは前であった。 1990年5月10日にはメーカーは屋根のメトロトレンサービスが始まった。その後の1991年のピナツボさんの噴火以降北方本線の運用区間は減り、1997年の創業停止まで終着駅となっていた。首都圏列車の一部の業務ではカルモナ駅、カランバ駅、カレジ駅まで列車が運行されていた。首都圏列車の運用当時はサンタメサ、 マコ、サン、ペドロなどの駅にある駅名を示した緑色の標識と同等のものが取り付けられた。2004年には現存していたが、一時期居住していた、不法居住者の排除後も現存するかどうかは不明である。メーカーワヤン駅の駅舎建物は老朽化が進んでいる、もののスペイン統治時代から、今までもともとの姿で現存している、唯一の建物であり、2階部分も現存している。 現在進められている南北通勤鉄道の計画の中でもメーカーに駅が建設される予定であり古い駅舎も維持修復される予定とされている。ありがとうございます。